はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B のベクトルの内積〇7をお送りします。で、前回までの〇6、〇4〇5〇6か、3つ分ね問題演習やってきたんですが、ここでポイント復活です。で、全部で問題が4問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回の主役はもう三角形の面積、これですね。で、これの公式を覚えてほしいんですが、まあ ABC があると、ちょっと図書いてないけどね、 ABC があって、 AB ベクトルが成分これです。 AC ベクトルが成分これとなってる時に、まあここの部分ね、ここの成分が分かってたら、三角形 ABC はある公式でも解くことができると。で、2つ公式があるんですけど、まあ、どっち順番ね、どっちでも構わないけど、両方覚えてください。で、こっちが左ね、まあ線が長いんで分かりますけど、超めんどくさいっす、あの長さがね。で、まず、まあ、三角形なんで、まあ、2分の1がよく出てくるからね、2分の1があると。で、ルートが長いんですけど、まずここ2つベクトルがあったでしょ、そのベクトルの大きさの2乗かけるもう1個のベクトルの大きさの2乗をまずかけます。2乗同士をね。で、引くことの、これよく足し算で間違えるんですけど、引くことの内積の2乗です。それがルートの中に入ります。こっちは成分を使ってない方ね。いい、成分を使って、まあ 大きさと内積が分かればいいと。いいかな。で、まずこれも覚えてほしい。で、右側に関しては成分を使う方なので、ちょっと色変えようか。で、ここに関してが、あ、いいのか、ごめん、失礼しました。2分の1、絶対値、AD-BC です。AD-BC、 まあ絶対ついてるんでね、あの BC-AD でも構わないんですけど、結局外外中中をかけて引き算します。これ超簡単なんで、こっちは覚えやすいんですけど、成分になってた時は2分の1絶対値の外外引く中中って、まあ覚えておくとシンプルかなと思います。いいかな。まあこんな感じで使ってみてください。で、やっていくと、で、これ下の問題集はね、まあこれ公式使うんですが、まずこっち側はベクトルの大きさ内積が出てるので、この赤の方を使います。で、それ使って、まあ公式通りなんでね、やっていくと、ちょっと面積 S にしようか。 S で、まあちょっとね、ここが大変ですけど、まずこのベクトルの大きさの2乗なんで、36かけるこっちのベクトルの大きさで16と。で、引くことの内積の2乗なんで、16の2乗と、よいしょ、こうなります。でね、このまま攻めてもいいっす。ね、36×16 して、16×16 して、よし、みたいな。ですけど、ちょっと工夫しましょう、ここは。で、どう工夫するかっていうと、このルートの中身、ただこの、これが工夫がね、分かりにくかったら全然構わないんですけど、16繰り出します、この中身ね。16が共通項であるので、くくり出すと、括弧の中に36-16が残ります。これどういう状態かっていうと、じゃあ36を X、 16を Y って考えたら、こっちが XY でしょ、で、こっち側は Y の2乗になってるじゃん。そしたらさ、 Y でくくり出したらこうなるでしょ、中に X-Y が残る。それと同じことやってる今。結構ね、数字になるとピンとこなくなる子も出てきますけど、まあ、文字に置き換えて考えればこういう状態。で、ちょっとね、板書の幅がないんで一回暗算しますけど、ここ、36-16って結局20じゃん。だから、これ 16×20 になるのね。で、16ってもう4の2乗だから出てくるんだよ。で、出てくるでしょ？で、一応ここも書こうか。2分の1。これギリ入ってない。ごめん。
じゃあ右に行きましょう。2分の1かける16、4が出てくるから4が出てきました。でルート20に関しては2ルート5でしょ。まあ2が出てくるじゃんか。なのでこれも2が出てきたってルート5が残ると、答えは絶対簡単です、これをやるよりはね。で約分して、まあ、消せばね、残るのが4ルート5となって、これが面積になります。求めたかったね。ただこの工夫に関しては、いやちょっと分かりにくいですっていう人もいると思います。その場合はね、全然計算してもらって構わないんですけど。で自分が思った以上にね、ちょっと板書の幅が狭かったですね今回。で4番に関しては今度こっち使います。でもあれベクトルの成分出てねえじゃんっていう感じがするんですが、まあこれ頂点の成分が分かっているので自分でこれ求めに行きます。でね、これ多分下入らなそうなんで上でいいかな。まず AB ベクトル、これは B-A ですね。後ろ引く前で成分やればいいので、後ろ引く前だからまずこっちがマイナス2、0引く2でね、マイナス2引くマイナス8なんでマイナス10になります。これが AB ベクトル。でもう一丁 AC ベクトルはこっち引くこっち、6引く2なんで4、4引く8なんでマイナス4になります。いいかな。で成分も出てきたので、あとはこっちの青の公式で解いていくと、S イコール2分の1絶対値の外かける外で8引くことの中引く中かける中、中かけるとマイナス40です。引くことだから結局プラス40になる。こうやってね。で絶対値48、絶対値ってのはプラスにして外せばいい。まあ元とプラスなんでね、これは48と変わらないから2分の1かける48、つまり24と、これで終了となります。まあこっちの場合ね、圧倒的に簡単なんですけど、ただこの面積の公式に関してはそんなにめちゃくちゃ多用するイメージはないです。めっちゃ使うよみたいな。ただその定期テストの時とかにひょろっと出されて、で覚えておけば解けるんだよね、どっちのパターンでも。でも覚えてなければ当然解けないっていう問題の、ね、類になると思いますので、まあちょっとめんどくさいなっていう気持ちも特に赤は出てくるかもしれないんですけど、まあ頭の片隅でも置いといてあげてください。出てきた時にね、得点取りやすいんでここは。といった感じでよろしくお願いします。では今回は高校数学数 B のベクトルの内積〇7についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回が〇8が内積最後です。で最後はね、問題演習をやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。